はい、どうも岡田千恵里担当プロデューサーのテクタンと申します。本日は12月30日シンデレラフェスブランということで、今回はもうシルエットがね出てたんですけれども、はーちゃんでございました。はい、ということでシンデレラフェスはーちゃん来るとき、まあ、はーちゃん来るときというかミロワール2人でね、実装がいつか来るんじゃないかっていう風に思ってたから、結構意外な実装の仕方になりました。ということでね、まあ、今後のガシャの、ね、実装もちょっと予想がねつきにくい感じになってはきたんですけれども、はい、いやこのイラストがねめちゃくちゃ綺麗、背景もねめちゃくちゃ綺麗やし、このはーちゃんのこの表情すごいたまらないですよね。いい表情してますよね。はい、ということでアイドル詳細見ていきましょう。メイクハンスター、久川はやてということで、はーちゃんはダンス特化、センター効果シンデレラウィッシュ、特技マイフェイバリットということで、7秒高確率のリフレインできております。はい、ということで、リフレイン2周目来ました。これでちょっと環境変わってきますね。今までリフレイン使った編成ってリフレイン特訓前後入れてたりとかしてたんですけれども、2周目出たっていうことなんで、1周目と2周目を組み合わせることでより強くなるようなね、そういう環境になってきたんで、またね理想編成ちょっと変わってきたりしてるのかなっていう風に思います。はい、いやそれすごく気になるんですけど、私ダンス特化のね、まあ揃いが全然よろしくなくて、ただね、ビジュアル特化の、まあ、7秒の揃いが私めちゃくちゃいいんで、その時ちょっと ね狙えたら狙いたいよねっていう気持ちはあったりします。はい、特訓後もねすごくもうアイドルらしい衣装で、多分今回のこれがどこなんかは分からへんけど、多分後ろイルミネーションお花なんかなっていう感じがするんですけれども、衣装にもねお花が散りばめられています。ということでモデルビューは見てまいりましょう。はい、このような感じで、マハちゃんらしくブルーを基調とはしているんですけれども、ピンクのお花がね散りばめられてて、ま、色合いにこのピンクが入ってるのがちょっと可愛らしさがねプラスされてる感じで、とても可愛い感じの衣装になっております。頭のねリボンもめちゃくちゃ大きくて、それがめちゃくちゃ可愛い感じになってます。結構アイドルっぽい感じで、ここのね中のこのグラデーションとかね、この模様とかもめちゃくちゃ綺麗で、この花柄花模様のレース、これすごい可愛いよね。はい、そのような感じの衣装となっております。はい、で、こちら4日までなんですけれども、1月1日から無料10連始まるっていう風にもう告知がされておりますので、3日ないし4日ぐらい無料10連こちらでね引くことができるんで、まあ、その時に何かねいい結果残せたらいいなと思うので、まあ、今は特に手を出さずに無料10連をね、楽しみにしようかなと思います。はい、ということで、今年の動画これでラストになると思います。はい、まあ、今年1年もありがとうございました。まあ、来年もよろしくお願いいたします。まあ、去年じゃない今年はね、まあ、1年、まあ、コツコツ結構法人編成でも回すことが多かったりとか、まあ、しつつ、まあ、ジュエルもねしっかりこう貯めつつでね、プロデューサーレベルがねなんと、9カンストの500ついに行きました。いや嬉しいですね。割と上がったんじゃないかなと思ってて今年ね、なので、まあ、この1年で、まあ、2023年でカンストまで行けることはないと思うんですけれども、まあ、希望としては100上げた600を目指してちょっとやっていきたいなというふうに思っております。はい、じゃあね無料10連始まりましたら、まあ、ちょっとまとまる時ももしかしたらあるかもしれないけど、基本1日10連ずつね動画にして上げていきたいなと思いますので、よかったら見てください。ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと
画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。